はい、えー、僕から三点あります。一、えー、点目が、大阪市選手学校各種学校連携プロジェクト。大阪環状線コラボレーション事業と、おまあ、これのプレゼント・プレゼンテーション大会を開催します。十一月の二十一日、水曜日の十三時からですね。市役所の屋上 P－I 会議室で。 えーまあ、今言いました、大阪環状線とのコラボレーション事業のプレゼンテーション大会を開催します。まあ、専修学校、各種学校との連携には、まあ、昨年度から取り組んでいます、大阪府の時も、あれですね、えーあれな、忘れちゃいましたね、あの職業教育ですね、えー、職業教育について、知事時代も専修学校や各種学校と連携を組んできたところであるんですが、 大阪市の場合には、えー、この学生さんですね、学生さんに実社会とつながった多様な活動の場で、より実践的な能力を高めてもらい、専門知識を有する人材として、大阪の町の活性化や地域課題の解決に貢献してもらおうと、あの学生さんにあの頑張ってもらうという、まあ、そういう取り組みです。えー、知事自体はあ職業教育とといいいう観点で高校生なんかにろろ まあ、あのそういう時間を取ってもらったりとかいろんなことをしてもらったんですけれどもこちらの大阪市での連携というのは専修学校各種学校の学生さんに活躍していただくということです、えー、今年度は西日本 JR 西日本に、ね、ご協力いただきまして大阪環状線と沿線地域の活性化のためにということをテーマとして、えー、学生がです、ね、地域の視点から あ大阪環状線に関わる課題を自ら発掘して解決のための提案を行うと、優れた提案について、大阪市 JR 西日本から西日本、それぞれから1校優秀賞として表彰しますで、実現可能性を検討して、大阪環状線と大阪環状線と沿線地域の活性化を目指していきます。とにかく学生さんが頑張っっててて提案をしてもらってですね それができるものなら実行していくという、まあ、企画でありまして、えーまあ、そのプレゼンテーションをですね、えー、11月の21日水曜日13時から市役所屋上の会議室で行いますので、えー、報道の皆さんもちょっとどういう状況かを取材していただけたらというふうに思います。若若いい人たちがが頑頑張張りりまますすので若い学生が頑張ります、えー、それから、えー 教育,教育制度のさまざまなあの制度改革といいますか、そういうことについてですね、教育委員会で学校選択制と、まあ、指定外就学を含む、まあ、就学制度全般に関して、 えー、就学制度の改善についてと、まあ、いわゆる学校選択制についての、まあ、制度なんですけれども、それを取りまとめました、えー、本日、えー、教育委員会事務局からです、ね、報道発表され、えー、ホームページにもアップをしました、えーまあ、これから各区長が、まあ、今回のです、ね、この学校選択制、まあ、指定外修学という、まああの いわゆる学校選択制ですね、僕が進めようとしている学校選択制についての制度は、これは日本の中で、学校選択制を採用している自治体の中でも、相当制度としては完成度の高いものになっています、大森教育委員が中心になって、大森教育委員はこの学校選択制については、かなり研究をされている学者さんでもありますので、まあ、全国一ぐらい高いレベルの。 学校選択制の制度設計になっているかと思うんですがいくつか制度もです、ね、制度自体も各区の実情に応じてです、ね、それぞれの区がオプションとして選択できるようなそういう学校選択制の制度になっていますので各区ごとにです、ね、学校選択制自体の制度もそれぞれ異なるということも起きます。これが大阪市 まあ全市一律に制度を構築するんではなくて、各区の実情に応じて制度を当てはめていきましょうという、僕の方針に従って、ですねこの学校選択制の制度自体、各区の実情に応じて、区が選べるような制度になってますので、これから区長がですねどういうような制度を採用していくのか、区民の皆さんと、保護者の皆さんと。 ししっかかり議論なながら決めていいくことになるかとにる思います、えー、区の実情に即した方針案を最短の26年度実施の場合には、まあ、来年2月を目途にです、ね、来年の2月にはもう区の方針を決めて、周知期間をもってです、ね、26年度から実施をしていくということで、これも学校選択制についても一歩進むんではないかと思っております。 もう一点、光のルネーサンス開催についてですがこの中之島エリアで12月14日から25日まで、えー、ですね、御、え、堂、ー、筋エリアはですね、12月14日から1月の20日までこれ年越そうということで年越したんですねあの光のルネーサンスと御堂筋イルミネーション御堂、まあ、筋イルミネーションは僕は知事代にやったところであるんですがもうこれは両方、まあ、一つのイベントとして えまあ担当する職員はそれぞれ府庁市役所の職員ということになるんでしょうけども、まあイベント自体も一緒のイベントです。光のルレッサンスとミドウスジイルミネーション、二つ分ける必要はありませんので、まあ一つのこの大阪あの街のど真ん中でえイルミネーションのまあイベントが始まります。ただあの現在準備を進めている中ですね、このメインストリートとなる市役所南側のプロムナードに。 がれき反対の関係の、関係なんでしょう、あのテントが十数張り設置されておりまして、えー、道路法違反の状態が継続しています。イベント開催、またその準備に関する、まあ、工事にあたってもです、ね、多くの人での通行止象となり、安全も確保できない状態にあります。そのため、自主退去に向けた行政指導を繰り返し行ってきましたが、現在も応じていただけないため、除、え、却、ー、命令を出して 出しました今後とも法手続きを進めまして、一日も早い違法状態の解消を目指しますが、最終的に自主,た自主撤去がなされない場合は、行政代執行法の適用も選択肢として検討せざるを得ません。 まあ、いろいろとあの僕がやっている大阪市政について、えー、賛否といいますか反対の意見もあることは承知しておりますけれどもそれはしっかりときちんとしたルールにのっとってですね、えー、表現の自由政治活動の自由の範囲内で、えー、表現をしていただきたいとは思うんですが、えー、これからあー大阪の中のですね えーまあ、あ,るある意味、核となるそういう,うイルミネーションイベントが、まあ、行われる中で、一番人通りが激しくなるメイン,メインストリートといいますかあのメインスト、メインストリートの部分にですね、ちょっとテントをそのまんま、えー、設置したまんまということは、これはあ大阪市長として、えー、許容することができませんので、 法的な手続きをしっかりと進めていきたいと思っております。まあできる限り自主的に撤去をしてもらいたいと思っております。以上です。ですすであ、あとあのまあその手続きの時にはですね、いろいろあの報道機関の皆さんも取材をしなきゃいけないというところもあるのかもわかりませんが。えー さまざ、あ、まな混乱も予想されますので、その点に関しましては、報道する際、まあ、取,材する取材の際にはです、ね、特段のご配慮、ご理解をお願いしたいと思っております。以上です